ともさん、こんにちは、つばやランスと申します。今日紹介するカードはこちら、ラグナロクザクロック。3マナのコスト3000、水文明のアウトレイジ、出た時ターンの残りを飛ばすシールドトリガー。ターンの残りを飛ばすというのは、つまりこのカードの効果が解決された瞬間に次のターンに移行するということです。例えば先日紹介したドギラゴンノバのターン終了時にアンタップされる能力、こういったものも一切解決されない、 PC でいうと強制終了するようなイメージです。主に水文明入りのビートダウンやコンボデッキに採用されています。特徴、攻めてこそ輝くカウンター性能。今回は比較対象として皆さんおなじみアクアサファー、6コストの水文明パワー2000リキッドピープルで、出た時にクリーチャー1体手札に戻しても良いという効果です。こちらを用いて解説していきたいと思います。例えば速攻で自分から攻め込んで相手のシールドを全部ブレイクした場合、それだけ相手に手札を与えているので、豊富な選択肢から盤石な盤面を作られた末に大量のクリーチャーで一斉攻撃されて、アクアサファー1枚程度ではカウンターできない、そういった状況はたくさんあります。でもクロックなら、相手が100対応が1000対応がこいつさえトリガーすれば、開始のターンにダイレクトアタックで勝利できます。ただしここからはやや上級者向けな内容なんですが、もちろんブロッカーなどに阻まれる可能性もあります。クロック自体を無効化できるデッキもたくさんあります。なのでクロックというカードの強さは、トリガーして得たターンをコンボやダメ押しでいかに勝ちにつなげられるか、こういった基準で明確に評価することが可能です。したがってデッキのコンセプトや環境次第ではかなり弱く、最近ではあまり見かけないカードになっています。実際直近の使用率はかなり落ち着いている印象です。ただし先ほどの強い条件を満たした際には速攻で環境に帰ってくるので、ぜひ覚えておいてください。あと一応パワー3000のアタッカーなので、そのターンは強制終了となりますが、打点として出しておくことも稀によくあります。最後にクロックというカードを通して、つい間違いやすいトリガーの解決順のルールについておさらいして終わりにしたいと思います。例えば相手のドギラゴンの前にトリプルブレイクされました。そしてシールドからめくれたのはデーモンハンド、アクアサーファー、クロックの3枚です。さてここで問題です。この3枚のシールドトリガー、どういった順序で解決できるでしょうか。5秒間で考えてみましょう。初心者の方は一度動画を停止して、予備知識の少ない真っさらな状態からどんな処理になるのか考えてみると面白いです。まずトリガーしたクリーチャーと呪文、それぞれの解決順についてなんですけど、呪文は唱えるところまで、クリーチャーは場に出すところまでというルールになってます。このルールさえ守ればそれぞれ好きな順番に解決することができます。つまりはこうです。まずクロックを場に出します。アクアサーファーからでもいいです。ただし効果はまだ発動しておらず、ストックされている状態です。デーモンハンドを唱えます。呪文の場合、この時点で効果が発動し、相手のドギラゴンの場が破壊されます。そしてアクアサーファーを場に出します。クロック同様、効果はまだ発動しておらずストックされている状態。さてこれでまず優先すべき呪文の処理が全て終了し、次にクリーチャーの効果解決に移ります。ここはクロックから解決しても、アクアサーファーから解決してもいいです。その効果を発動するプレイヤーが好きな順序で解決することができます。そう、つまりクロックが出たからターンが即終了するというわけでは全くないんです。なんとなくそういうイメージを持ちがちなんですけど、アクアサーファーの効果もクロックの効果もあくまでストックされた一つの処理に過ぎず、都合よく解決することができます。なのでまずはアクアサーファーの効果を解決して、相手のクリーチャーを除去してからクロックの効果を解決してターンを強制終了。これが基本的な処理と言えるでしょう。もちろんクロックの効果から解決してアクアサーファーの効果を不発に終わらせる、この場合その必要はほとんどないですが、一応はそういうことも可能ということです。まとめです。ここに相手のクリーチャーの処理も加わるともう少しややこしくはなるのですが、ひとまずはこんな風に覚えておけば問題ないかと思います。結構フリー対戦とか動画とか見てると、クロックが出た瞬間に勢いでターンが終わってしまうみたいなこともよくあったりするので、理屈さえ分かれば簡単ですので、これを機に覚えておくようにしてください。参考になったらチャンネル登録お願いします。それでは。